姫おかえり、今手相の話してんの。左手は神様との約束、うん、自分でやったくせにギャン泣きしてるね、なんだ、体悲鳴上げて、お先生また来ろ、オッケーオッケーオッケー。だからね、あんまりこう、姫も独自の戦略で行かない方がいいよ。独自の戦略で、まあ、今はちょっと心を休めな。そんな感じ。みんなは思ってる以上に潜在意識だったり、そういうような、まあ例えばね、あんまりなんか怪しいこと僕言うつもりはないけど、別に科学で証明されてないような力もたくさんあるはず。そう、味方だからね、安心して、うん、そういう時も生きてるとあるよ。辛いとか、辛い気持ちだったり、本当に泣いてしまうくらいの気持ちってのは、それだけ相手を真剣に愛してたってことだから、全然恥ずかしいことじゃない。それより素晴らしいことだ。女の子の日、女の子に2回来た、精神的にな、精神的にそうなってんだろうね。きついだろ、ね、きついだろっていうか、まあ、僕はね、なんか、ここにね、姫のこととかいろいろと知ってるんだけど、うん、やっぱな、いろんなことがあっての今日だから、精神的にね、追い込まれることもあると思うよ。だからあんまり強気をね、強気になる必要はないの。強気になって喧嘩するね、みんなもそうだね、強気になって喧嘩するんだったらば、沈黙を守るべき。沈黙、うん、絶対に喧嘩というのは売り言葉に買い言葉になるから、だから本当に心の中でね、続けていきたいなとか、この人ね、この人との思い出があるなっていうんだったらば、喧嘩したらいけないね。殿にも、殿にも自分にも嘘ついた。うん。最低だ、姫。最低ではない、別に。最低ではない。ね、最低だとは思わないよ。全然。そういう気持ちになったら、素直な気持ちだよ。素直な気持ち。嘘をついたって、誰かを騙すようなさ、嘘じゃない。それは、まあ、俺が話聞いてて知ってるけど、お互いの恋愛関係を良くしようとして取ってしまった行動なんだから、最低ではないよ、最低ではないよ。最高にしようと思った結果が今途中の過程でそうなってるだけだから、ね、心配しないで。ありがとうトム先生、そんなことないよ、本当のこと言っただけだから。僕は本当にまあなんかね、違うなってことがあったりしたら結構言うし、うん、それは姫違うよって時は言うしね、今間違ってないなと思ったから間違ってないよって言ってるだけだからね。なんであんな殿じゃなきゃダメなんだろうね。ねえ、そうだな。まあもともとこんだけたくさんいる中で会う運命だったからだな。だからもっと言うと前世も会ってるからだよね。前世もここにいるみんな、ね、少なくともまだ僕と会ったことがないかもしれないけども、ここでやり取りしてるだけでも前世でも何か小さなつながりはあったんでしょう。そして、ね、これから会う人、そして今も会ってる人に関しては絶対に前世でも会ってる、ね、来世でも会うかもしれない。